暴れるぞ。今日のテーマでいくぞや。キャリーだけを決めるぜ。誰から行く？よし、行くぜ。バトだから、バトやった、バト。S1 バト。バト旅だね。とりあえず、とりあえず、うん、で、パラが200以上持ったときはもうパラも行かんとやばいね。まあでもパラ落とすチャンスは結構あると思う。よし。ちょっとパラポイント持ってなかったら、バト旅パラ。おう、小野で、まあ行くわね。うん。飛び大丈夫か？やべ、払いたくなってきたよ。よし、行くぞ。あー、もうやばい。足が震える。よし。やばい、お腹痛い。お前ら弱気だな。落ち着いていけよ、落ち着いて。チャンプ、範囲当たらないよね。やばい、お腹痛い。よし、行くぞ。俺はこういう試合に転じたから、ためろいって。よっしゃ。入ったね。上に行ったけど。装備切り替えの進み方がね。待って待って。ちょっと待って。バトにあれ入ったな。女神？うん。待つか。そう、待とう。シャンバーめんどくさいけんな。待って、魔法捨てるからまだやめよう。よし、いつでも行ける。聖騎士も切れた。よしよし、メガネ切れた。ウサリ、あー、ダメだ、ダメだ。うわ、あ、あ、オッケー、2人やばいね。引いて、倒した倒した。いいよ、いいよ、まだ乗れない。オッケー。で、アイデアもあれもキラパン、キラパンでいいとこは来るから、どうにかして旅を目立っていった。ナイス、残してきた。いいよいいよ、まだ慣れてるわ。あー、待って、そこまで行けね。 S1 だけ行けん。ごめん、 S1 行ってもいいよ。あー、待って、いや、まだ2人行ってもいいよ。なんかこれ、マジか。いや、バト持ってるからまだ調子いいな、バト。あー、マジか、会心が落ちた。2人で行きすぎだな。待って、これきつい。だから、もう旅落とした後に特攻行かないといけない感じで、うん、そうだね。だからもう本当でいいと思う、このまで行ったら。あ、ポイントもないし、落として行こう。
あーもう腹が入ってんのか、めんどくさいのに。ヨーグルあるんだらヨーグルでもいいけど、ヨルマゴンでもいい。ちょっと俺にキラポン巻いてほしいな、チャンプ。はい、どっちにしろ俺もボケ受けたら俺軽くなくなるからな。SE、SE、あー、タイガー君か。ボケないっす。SE って言ってんだな。OK。あ、マジで入ってたか。もう落とすわ。OK。OK。あー、パラ行ってもいい。タイガー、いや俺しかとでいいよ。オッケーオッケー、スイッチ調節。引きいいよ、引きだよ、もう引きだよ、縦でいいよ。クロックス、いや待って、ショート落ちたら負ける、ショート落ちたら負けるって、ショート落ちたら負ける。オッケーオッケーオッケー、もうこれで逃げればいい。引きだよ、縦で引き、ファランクス。ここでもうここで被せてたら逃げて。オッケー、勝った勝った。ナイス。オッケー。オッケー、ナイス。ナイス、落ち着き。タイガー取ったのにでかかったな。そうですね。ナイス、総量狙いだね。オッケー、一緒。てかね、多分向こう旅がね、俺、はい、旅が俺を、マンマークしてくれたからすげえ楽だった。いや、ショート多分眠り、だけつけた方がいいんじゃない？いや、つけるよ、次。でも、旅芸が俺にやってくれるのはすごい助かる、これ。ナイス。最後、次。あれ、ポポとラルフはどっちが勝ったの？あ、ポポ、ラルフ、ケンゴ負けたの。あ、そっか。待って、ポポのところは誰だ？ああ、4か。翔ちゃん、なんで料理するの？会心きた。あ、エントって相手がいいんです。会心来た、いいね、会心来た。じゃあ、275歳でした。みんな帰ったらさ、ナイスとかさ、おめでとうとかさ、コメントちょうだいよ、さすがに。ほんとオッケー、皆さんオッケー、頑張るからね、頑張って頑張ってとか、黄色い声欲しいじゃんねえ、どういうとこ言いだしたい、頑張ってとかさ。おせえ、ちゃんてか、自分は出てるじゃん。よっしゃ、行くぞ。ピークになっちゃう。さあ、と一緒。行きますよ。キャーって、それいいね。よっしゃ、行くぞ。頑張れ。よっしゃ、行くよ。頑張るよ。よし、行こうか。よっしゃ。勝ちなんだ。あのテンション、これテンション 30% ある。まあ、あのメンバーじゃちょっとピークにちょっと厳しかった。まあだ、KK さんとは言わないけどさ。よし、行くぞ。お願い、聞いて、何か聞いて。おー、来た。いやー、何も。頑張ることは誰でもできる。勝たなきゃ意味がねえんだよ。あれでもあのバトが女神で、ね、よぐらしたら一発で破壊したから。まあバト合わせる、バト合わせるのはサミダレだな。いや今テンションあるからレビュー出して。オッケー。
か。タイガーくんとって。え、マジで？あ、いいよいいよ。全部取った。キラポン。キラポン更新。てか俺もここでここ封鎖してたら勝ちじゃね？完全ダメージ食らうね。ゼロ戦や、ゼロ戦やって、ゼロ戦やってよ。いいよ。アーロン。あ、落ちた落ちた。あ、あれ。いいよ。いいよ。立てていくか。ガン引。あ、そこ何がついてんの、バレた。しょうちゃん回復してね。いや、いいよ。やば。なんで。私なんか頑張るよ。ちょっと汚れあるんなら。いいよ。汚れかと思うけど。待って。オッケー、使って。もし、あ、待って、そこは汚れが欲しかった。いいよ、汚れない。ないのか。うん、引いて引いて。ちょっとだけ引いて。落ちる。しょうちゃんが、あ、そこはやばい。ここでしょうちゃんが落ちて負けてる。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。まだまだ時間あるからな。まあそうだけど、うたりうたりちょ、オッケー。オッケーないっす。オッケー。絶対来るから。あ、やばいやばい。S1 だけ。落ちる？S1 だけしっかり S1。え、やばいやばいやばい。ここは。やばい、落ちた。は？ナイス。はい、センキュー。あ、ザオ返された。あ！ザオがない。クロックスザオは。いけんか。マジで。ちょっとキラポン追いこきすぎたな。もったいない。これさ、一回ピンとさ、リードしたらさ、俺が壁して、俺に回復してくれると、頭が落ちないから。うん。だから、そこはもう、翔ちゃん回復していいと思う。いや、とりあえず癒しは入れてよ。癒しの後回復で、もう 3タゲはちょっときついでしょ、さすがに。いや、ただ、やり持ちじゃなくて、じゃあ、縦でいいじゃんってなるじゃん。あ、俺、縦に持って、壁した。うん、いや、ファランクス大防御とかでいいんじゃないの。あー、そうするか。うん、あれはだって、リードしたら俺が壁でいいと思う。何もなしはさすがにきついぜ。あと多分追い込まれてる時、翔ちゃんはあの無限は多分やっちゃダメだと思う。すぐ、いや無限ないと入らんもん。うーん、落とせんよ。さっきの最後のバトマスも、さっきみたいに喧嘩無双でメタられるだけだから。いや、無限は入れんと無理だよ。いや、無
原油がもう少し下がってたんですよ。でも時間だからどうか、残り20秒だぜ。ああ、20秒で。20秒だったらもう、20秒だったらもう無限であれしかなかったよ。ピンポイント誰か狙うんやったら。追い込まれた時この構成弱いんだよな。でもファランクスは使ってほしいな、せめて。あ、最低ファランクスは使ってほしい。俺がキラポン巻かなくていいって言うなら、うん、ハンマーでってるんだけど、キラポン巻かないといけないってなると、やっぱキラスティック持たないといけないから、うん、だから取りたいって言う時に縦ネビラで取ればいいんだって。縦ネビラだとキラポン配れないから、チャンプさん、うん、チャンプさんそれでもいいって言うならハンマーですけど、うん、でも悪くなかったよ、悪くはない。正直、ショートの呪文でバト落としたいっすよね。バトさん落とせば、うん、でさ、俺だから開幕もさ、俺バト削ったのにさ、旅で2人で行ってたじゃん、先パラで。で、落とされるのは絶対バトだから。大リーグか、大リーグするネミラ痛いな。開幕あれでいいかな、もうドルマドンを窓に打ち込んでペチで拾う、うん、いやドルモアで十分。いやドルマ、あーなんもったいない。だったらヨグラが良くないって話、最初からヨグラはだからさっきみたいにあの混戦になった時に俺がちゃんと行くからいいよ。ちょっと2分ぐらい過ぎたらあれする、もう俺キラポン巻かないかな。うん、そうやね、キラポン更新は絶対した方がいいね。やっぱスタン打ちたい。2人でバト行く？いやー、まずどうしよう最初。バトは合わせで行けるはずなんだよね。あー、待って、2番目でしょ。うん、絶対来るから、サートに。あ、待って、じゃあ俺だけ権利してスタンしに行くか。じゃあまだいいよ。まだやめよう。まだやめよう。魔法使かかってるから結局行ってもしょうがないよ、これ。で、逆から来る。それやめた方がよくない？で、スタン入った。どうすんの？今、あれない。来るからない。落とせる。オッケー。あ、マジか。俺いいからさ、チャンプ向こう行ってあげんと。回復。俺いいよ全然。耐えれるからこんなの。あ、マジか。ここきついな。オッケー。引いて。これ縦持ち。オッケー。あった。あのネミラ。で、多分それとワンパンだから。いや、落ちない。落ちないか。ヨグラがあるのはヨグラっていうのより。あ、落ちたか。引き場が悪い。引き場が悪いわ、ちょっと。あの、アーロンも。それはショータン取られるからだよ。あ、バトル取られるからだよ。オッケー。キラポンできるんだ、キラポン欲しい俺に。これバトが持ってるから簡単に取れる。旅来てるよ。で、多分ショータンナイトミアかバトル行くんですか。大丈夫、入らない。
一発やられる、雷落としてる。オッケー。オッケー、いけろ。マジか。翔太、余裕ある？オッケー、いいよ、範囲行け、今。ああ、ここ、ここしたい。そうだ、争っか。オッケー。そうそう。だね、押したいね。タイガー君何か言ったら。タイガー行こう。これアーロン。 S1 来てる、 S1。 あ、マジで？これ体格変わるんだわ。これ S1 落としたかき。あ、無理か。やばい。あー、でも勝った、勝った、勝った。いけないやつだ。 OK、ナイスパラ。危ねえ。ギリ押し込み方が悪いな、これもう練習不足だよ、ただのな。さすがに、練習すればもっといけるんだけど、このね、引き際とね、最後どうするかっていう決め事が何もないから、即興チームみたいな感じだった。さっき翔太さんをされたのって、あれですか、合わせですか？キャラかっこいい。キャラかっこいい、ありがとう。誰だろう。歯100万に期待さんって誰？寒そうに冷めたりする。よし、次だぜ。お金返してください。お金返してくださいじゃなくて、もうお金。あ、一生いくらだったっけ。一生50万でいった。一生50万だよ。